な感じ。スポルトマチックってすげえ。はい、こんにちは。今日はこの可愛い車に乗ってみたいと思います。じゃん、フォルクスワーゲンタイプ1ビートルですね。カブトムシちょっとお借りしたので乗ってみたいと思います。はい、中はこんな感じです。でですね、この車はスポルトマチックというのらしくてですね、オートマでもマニュアルでもなくて、このシフトは、マニュアルっぽくなってるんですけど、こうクラッチがないと。ペダルが2個です。セミオートマチックみたいな感じで、マニュアルとオートマの間みたいですね。それじゃあエンジンかけてみます。おい、完璧。そんでシートベルトをして、シートベルトか、ちょっと年式が1970年代ぐらいのものなんで、2点式ですね。シートベルトちゃんとしてますよ、ここじゃなくても。はい、ちゃんとしてます。シートベルトしてください。はい、そんじゃ行きます。サイドブレーキを下ろしの、まずはこのローに入れます。ローに入れて、もうブレーキを離すとオートマみたいに勝手に走り出します。こんな感じで走り出します。ローで走り出して20キロ30キロスピードを乗ってきたら、次は一速1に入れます。ここで一速ですね。車内、このエンジンの排熱を使ったヒーターが来てるんですけど、かなりあったかいですね。オレンジってすごいね、ボディカラーが。ボディカラーがもう中まで来てるから、なんか乗ってるだけで楽しくなっちゃう。あとやっぱこの年式の車だと、この三角窓がどうしてもねついてると開けてみたいですよね。こうしてよいしょ。おお、走ってるといい風が。今車内ヒーターでかなりあったかいんで、ここ上だけね風が来ると、温泉に入ってるみたいで気持ちいいです。よいしょ、 OK。 三角窓いいね。三角窓風が気持ちいい。このスポルトマジック一速に入れたままでも全然発進できちゃうんで、本当にオートマみたいに乗れちゃって楽ですね。慣れちゃえば。なんか不思議な感じ。スポルトマジックってすげえ。
多分。すごい上がったよ。本当？さっき12度ぐらいしか。だってヒーターでかなりあったかいもん。かわいいね、これ。ラジオも聞けちゃうから。エンジンブレーキも効くね。あ、今一速に入ってて一回止まっちゃってるけど全然前に進むんで一速でも発進できると。なんか不思議な感じ。全然快適だね。可愛いもんね。しかも60キロ巡航。がないっていうのがなんかすごい開放感があっていいですね。ちゃんとつけてますからね、二点式。このポッコリの中にちゃんとつけてますよ。このシフトをあの走ってる途中でもちょっとでも触っちゃうとニュートラルに入っちゃうんで、ここは触れちゃいけないみたいです。走ってる時はなるべく。速から全然こう走れちゃう。早く行け早く行け。オッケー。よいしょと。走ってるって感じだな。こんな感じで一速でも全然下のスピードでも低速でも全然走れちゃう。快適だよね。女の人でね、ビートに乗りたいっていう人多いけど、スポルトマチックがいいかもしれない。はい、着きました。ハザード出しののバックに入れの。よいしょ。よいしょと。シノのニュートラルにシノのサイドブレーキ引きのの、はい終了。